偶然も重なって改めて大傑作になった。なんと言いましてもやっぱラストカット、その犯人はこの映画を刑務所で見ていた。今回ご紹介する映画は殺人の追憶という映画です。2003年韓国の映画でございます。監督脚本はポン・ジュノ、出演はソン・ガンホ、キム・サンギョンほかでございます。この映画は第40回テジョン賞、これは韓国のアカデミー賞と言われている賞です。テジョン賞を最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞を受賞しております。どんなお話かと言いますと、1986年のソウル近郊の農村が舞台です。そこで若い女性だけを狙った同じ手口の殺人事件が連続して起こるんですね。で、地元刑事のパク・トゥマンと、ソウルから派遣されてきた若手の刑事ソ・テヨンがこの事件に挑んでいくんですね。ただやっぱ地元警察のちょっとこう雑な捜査であったりとか、でソウルから来た若手刑事はデータしか見ないとか、そういう対立をしながら、一つの事件に挑んでいくがっていうところなんですが、ポン・ジュノ監督脚本ということで、皆さんパラサイト、半地下の家族っていうのは、これはね韓国映画で初めてアカデミー賞を取って、結構日本でもね大ヒットした映画ですけど、この映画で世界の名監督になったポン・ジュノの長編2作目がこの殺人の追憶という映画でございます。韓国では記録を塗り替える大ヒットになっております。で、実はこの事件というのが実際に韓国で起こった未解決事件が元になってるんですね。未解決事件という意味で犯人はだから捕まってないんですよね。だからその前情報はこの映画を見る前にあっていいと思います。2人の刑事はですね、めちゃくちゃ翻弄されるんですね。証拠が出てきては消え、証拠が出てきては消え、乱暴なね取り調べをする地元刑事と、データを頼りにするその若手刑事がずっと対立しながら、ただどこまで進んでも闇っていうところで、やっぱ2人はちょっと精神もちょっとやられていくんですね。どんだけ探しても犯人の顔も出てこない、犯人の証拠もヒントも出てこないっていう状況がずっと続いていくんですね。精神的にやられていくっていう、そういうのが描かれています。だからそういう意味でシリアスなこう展開があるんですけど、まあこれはポン・ジュノのパラサイトでもそうだったんですけど、シリアスな展開とちょっとこうコメディ的なギャグみたいなのが結構散りばめられてるんですよね。いわゆる緊張と緩和といいますか、その使い方がもう天才的なんですよね。だから不意に笑かしにかかってくるんで、笑っていいのかわからないんですよね。で、それが面白いんですよね。なんかそれをもう狙われてまんまと僕はやられてるんですけど、パラサイトでも結構そういうシーンがあって、まあそこは好き嫌い分かれるかもしれないですが、僕は結構その持っていき方がめちゃくちゃうまいんで非常に好きですね。あとはそのパラサイトの共通点で言いますと、やっぱ雨が印象的に使われている。この映画では雨の降る日にその事件が起こってしまう、それがテーマになってくるんですけど、そういう雨の使い方っていうのもやっぱポン・ジュノならではのやり方かなと思います。湿度が上がっていくにつれて、やっぱ刑事のこう苛立ちみたいなのも僕らもこう感じていくというか、そういう表現が素晴らしいなと思いました。あとやっぱこの映画、僕は本当に人生のベスト10にも入る映画なんですけども、なんと言いましてもやっぱラストカット、いわゆる最後のシーンですね、映画が終わる最後の最後のシーン、これが本当に映画史に残ると僕は思ってて、どんなホラー映画よりも、どんなサスペンスよりも背筋が凍ると言いますか、そういうラストカット、これはねぜひね見る価値はあると思います。さっきも言いましたけど、この映画は未解決事件を元にしている、だから僕らは犯人はまだ捕まっていないという前提でこの映画を見てもらって大丈夫なんで、その中でのこのラストカットっていうのはなかなかこう映画をいっぱい見ててもそういうラストシーンにはなかなか出会えないんで、僕は非常に大好きな終わり方であります。もう一つ、この映画のすごいところがありまして、これ先ほどね未解決事件が元になった映画というふうに言ってましたが、実はその犯人が2019年になって特定されたんですね。だからこの公開当時、この映画が作られた時は韓国でも有名な未解決事件やったんですけども、公開から時を経て2019年になって犯人が特定されたってニュースが、韓国中に大ニュースになって広がりました。映画ニュースとかでも結構出てたんですけども、だから実際に事件が起こってから34年かかってるんですね。で、しかもその犯人は別の事件で収監されていたんです。だから刑務所にいたんです。現代の捜査で、いろんなことが分かるようになって、その人が自白したっていうのもあって、この未解決事件だった犯人がつい最近です、見つかりました。しかもめちゃくちゃ恐ろしいのが、その犯人はこの映画を刑務所で見ていた。
この事実が分かった時に、さっきからずっと言ってるこのラストシーンっていうのがめちゃくちゃつながってくるんですね。だからこう実際にこの映画を見てたっていうのを分かった上で見ると、もっと背筋が凍る、ラストシーンになってるんで、これはぜひね、過去に見たことある人もそう思いながら見るとまた違う見え方があるんじゃないかなと思います。まあ、僕はパラサイトも素晴らしい映画なんですが、個人的には現時点でポン・ジュノ監督の最高傑作だなと僕は思っています。公開からね16年の時を経て迎えたいわゆるもう一つの結末、これは誰も予期してなかったもう一つの結末、そういう偶然も重なって改めて大傑作になった映画なんじゃないかなと思います。今日ご紹介したのは殺人の追憶という映画でした。